皆さんこんにちは、いーすけです。今回紹介するのは100円ショップセリアで購入しました。こちらの2製品を紹介していきたいと思います。今回ですね、付箋とノートを購入してきたんですけども、こちらが2021年の3月から4月に発売した製品になります。まず付箋の方からなんですけども、プランニング付箋ということで、まず一つ目が日付と目標、忘れてはいけないことと、トゥードゥリストが付いた付箋になっています。裏面はこういった形になっていまして、簡単な使い方が書いてあるんですけども、すごいですね。100円で60枚入りとなっていまして、のり位置が下止めタイプとなっています。プランニング付箋で勉強を見える化するということで、こういった形で使い方が書いてありまして、見出し、優先事項、それからやることリストをですね、最大13個まで記入することができますので、様々な使い方ができる付箋となっています。続いてこちらが2つ目で、朝5時から翌4時まで記入できるようになっていまして、縦に時間が書いてありまして、横がですね、10分単位で60分まで記入できるようになっていますので、どの科目でどれくらい勉強したのかを記載することができます。裏面はこういった形になっていまして、こちらもですね、60枚入りなので、約2ヶ月間使うことができます。通常の手帳であれば、閉じ型になっているケースが多いので、こういった付箋タイプであれば、思い立った時から使うことができるので、ちょっと試してみるのにおすすめの付箋です。次にノートなんですけども、こちらはですね、特に目新しい事項はないんですけども、右上と左下の角が取れたモデルになっています。カラーはですね、ちょっと画面では伝わりづらいんですけども、こちらがホワイトではなくて、ちょっとグレーみかかったホワイト。それからこちらが、ウォームグレーの表紙となっています。特に中身が変わるわけではなくて、両方ともですね、5ミリ方眼となっています。意外とありそうでなかった製品で、角が取れていて、かつ5ミリの方眼用紙。それからこちら好みが分かれる箇所かとは思うんですけども、ノートの閉じ方がですね、無線閉じとなっていまして、キャンパスノートなどに採用されているノートの閉じ方となっています。特徴はですね、開くと、パタンと開くことができるようになっていまして、糸閉じなどと比べますと、どのページで書いてもそれほど違和感がなく書くことができます。ただ、こちらの弱点といたしましては、こちらの部分を接着剤で留めているだけですので、接着剤が劣化してきた場合には、ページが脱落する恐れがございますので、糸閉じと比べると若干耐久性が劣っています。次にこちらのノートと、付箋を油性ボールペン、ゲルインキボールペン、蛍光マーカー、油性ペン、水性ペンを使って裏抜けをチェックしていきます。野生の缶なんですけども、こちらはポケットサイズよりさらに下で、リングが5個になっているタイプなんですけども、こちらのリフィルとして使えるかどうかをチェックしていきたいと思います。それではノートを開きまして、左側に付箋を貼っていきます。こちらの付箋がですね、ちょっと変わっていまして、ただの台紙かななんて思っていたんですけども、なんとこの下に直接糊がついていますので、使う際にはこちらの台紙を捨てないようにご注意ください。ちょっと面倒な感じがしますね。簡単にずれてしまうのでちょっと面倒な感じもします。下止めタイプということで、上部には糊がついていなくて、だいたい下部の3分の1ぐらいが糊付けされています。それでははじめにノート部分から書いていきます。はじめに油性ボールペン。ゲルインキボールペン。蛍光マーカー。油性ペン。最後は水性ペン。はい、こんな感じで書くことができましたので、付箋にも同様に書いていきます。はい、ということでこんな感じで書くことができました。蛍光ペンなんですけども、だいたい4ミリくらいの幅であれば、プランニング付箋の横軸の部分をきれいに塗りつぶすことができます。ちなみにプランニング付箋を貼るときは、下から合わせるのではなくて、糊部分がやや多いので、上を合わせた後に貼り付けるときれいに貼り付けることができます。それでは裏抜き裏写りをチェックしていきます。はじめにノート。こちら油性ペンは結構裏抜けしてますね。蛍光ペンも若干最後の方は怪しいんですけども、油性ペンの留めの部分が裏抜けしていまして、2枚目の裏写りは問題ないです。一方、付箋の方なんですけども、こういった形になっていまして、おそらく付箋については紙質は同じかと思いますので、似たような結果になっているんですけども、油性ペンは完全に裏抜けしていまして、2枚目の裏写りが油性ペンのみ若干見られます。もう一つの方のプランニング付箋も同様ですね。紙自体は完全に裏抜けしていまして、裏写りは油性ペンの留めの部分が影響しています。右側の付箋、水性ペンを足し忘れていましたので追加します。そしてもう一度チェック。やはり油性ペンだけのようですね。次に M5 手帳に対応できるのかチェックしていきます。こちらがですね、大体名刺サイズくらいの手帳となっていまして、今日本で発売している手帳の中で一番小さいサイズになります。ちょうど貼るとですね、こういった感じの雰囲気になっていまして、ちょうどジャストサイズぐらいな感じですね。上の見出し部分が若干はみ出すんですけども、インデックス付箋と同じような感じで使えるので、サイズ的にはちょうどジャストサイズという感じですね。ということで M5 手帳にもぴったり適合することを確認することができました。はい、ということでこの動画は以上になります。
セリアで購入しました角が取れた方眼ノート、それからプランニング付箋をレビューしてみたんですけども、方眼ノートについては特に目新しい事項はないんですけども、パッと見がおしゃれで角が丸くなっていますので、ノートの角が折れ曲がってしまう方や指に刺さるのが気になる方は選んでみても面白いノートかと思いました。またノートについては1冊50枚入りとなっていますので、50枚100ページとなっていますということで、ボリューム的にもかなりありますので、安価でシンプルなノートの探しの方は買ってみても面白いノートかと思いました。次にプランニング付箋の方なんですけども、デザイン的にも機能的にも問題ない製品かと思うんですが、台紙の方がバラバラとなっていまして、直接糊がついてしまっているので、この辺は少し気になる点かと思いました。通常の付箋のように一番後ろに真っ白い使わない紙があったりするとよかったんですけども、そうではなかったので、こちらの台紙を常に持ち歩く必要があります。ちなみに粘着力の方はそれほど強いわけではなくて、ペタペタ手に貼り付くぐらいの感じです。最後にシステム手帳の一番小さいサイズ M5 サイズにもですね、プランニング線の方は適合を確認することができましたので、割とこちらのリフィルについては数が少なくてお値段が高い傾向がございますので、合わせて使うととても相性のいい製品かと思いました。気になる方はお近くのセリアで探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。